ドニゴール県はアイルランド北西部の県であり、北アイルランドに含まれないアルスター地方3県の一つである。県名はアイルランド語の外国人の砦に由来する。この県は前身であるティルコネール白爵領に由来して、しばしばティアコネル県と呼ばれた。20世紀末、県名をティルコネルに変える試みがなされたが、イニショウエン半島が歴史的に ティアコネル白爵量ではないという反対を受けて却下された。低い山々、そして水ワ湾などの深く入り込んで入り江になっている海岸線を持つ。ヨーロッパで2番目に高い岩壁スリーブリーグやアイルランド東西北端のチマリンヘッドがある。気候は北、大西洋海流の影響を受けて温和で、夏は湿気が多く冬は雨が少ない。 海岸部の島のうちアランモア島とトーリー島には常に人が住むが、他の島々には一時的な居住者しかいない。ドニゴールで使われるアイルランド語の方言は独特で、スコットランドゲール語に近い。ドニゴールのゲール多派とで使われるアイルランド語は、西アルスター方言である一方、20世紀初頭に英語を話す地域になってしまったエニショウエンでは、東アルスター方言が使われていた。 スコットランド語のアルスター方言は未だにある程度は東ドニゴールのラガン地区で話される。ドニゴールのアイルランド語はアルスター中の話者に影響を与え自分たちの言葉が RTE で使われている公式のアイルランド語と異なっていることがわかる。ドニゴール県は他のアイルランド西部地域と同様に独特のフィドル奏法や歌があり世界的に知られている。 ポピュラー音楽でも同様で、エンヤは、イ移動の出身である。また、カウンティで最も有名なロックアーティストの、ロリー・ギャラガーは、バリー・シャノン出身である。近代文学では、イニショー演の脚本家、詩人のフランク・マクギネスや、デリー生まれで、ドニゴール在住の脚本家、ブライアン・フリールに代表される。フリールの演劇の多くが、ドニゴール県の架空の街。 バリーベックを舞台としている。ドニゴール県議会とレタケニー、バンドーラン、バリーイシャノン、バンクラナの町議会が地方行政を担う。県議会と町議会の選挙は5年ごとに行われ、最近では2004年6月11日に行われた。29の議員が5人の選挙人のエリアを通して、比例代表制で選ばれる。ドニゴールの県議会の本部は、リフォードの県庁舎に位置しているが、 地域支部が、カーンドーナ、ミルフォード、レタケニー、ダングロー、ドニゴールにある。国会の総選挙の時にはこのカウンティは、ドニゴール南西とドニゴール北東の二つの選挙区に分けられる、各々三人ずつのドイルエアランディーンが選ばれる。最大都市はレタケニー。日本語では、ドニゴール州と訳す例もある。ありがとうございます。